はい、こんにちは、石川です。この動画ではこの DS212 という超小型のオシロスコープの使い方について、そのごく基本的なところだけご紹介したいと思います。この私の手元にあるのはサインスマートという会社から出ているものなんですけれども、最近こういったもの、同等のオシロスコープですね、いろいろ出ていますので、基本的な使い方は共通しているんじゃないかなと思います。制御とかメカトロ系の実験実習ですとか、それからちょっとした試作なんかにはとっても便利だろうと思います。で、何がそんなに便利と思ってるかと言いますと、見ての通りものすごいコンパクトです。もうパッと見スマホにしか見えないですね。で、USB 接続ができて、AC アダプターとかいりません。PC との接続、それから充電、給電、USB でできて、バッテリーも内蔵してます。で、PC とつなげますので、結果のキャプチャーがものすごい簡単で、もう PC から見ると、もうただの USB メモリにしか見えないようになってます。それから簡易ファンクションジェネレーターっていうのもついてて、テスト用の信号の生成なんかも簡単にできるんですね。で、それとプローブがですね、いわゆる普通のオシロのプローブのミニ版みたいなものもついてるんですけども、それとこういうですね、この二股に分かれてブレッドボードのソケットみたいになってるタイプの、プローブが付属してるんですね。で、これがあるともうブレッドボードでやってるちょっとした回路施策とそのままつなげて使えますので、とっても使いやすいです。とにかく使うのが億劫じゃないんですね。オシロスコープって普段こう回路の作業をしているときに、必要になったなと思ったらよっこいしょって出してきて、AC アダプターにコンセントをつないで使わないといけないんで、ちょっとこう作業するときのハードルが高いんですけれども、これはもういつも手元に置いておけるので使うのがとにかく面倒になりません。こういう小型のテスターとかありますけど、これとほとんど同じサイズで同じような感覚で手元に置いておけるんですね。なので、今日の私の大きなメッセージとしてはですね、特に私に近い機械系の皆さんなんですけれど、もっとオシロスコープ積極的に使いましょう。使い始めるのが面倒でなければ、手軽に使えると思いますので、もっとオシロスコープ使いましょうというのを、これを通してお伝えしたいと思います。で、下ちょっとグレーでですね、これデメリットというほどではなくても、これとそのまま裏返しですから当然なんですけれども、AC アダプター、コンセントにつなぎませんから、アースはついてません。で、それから、帯域は 1MHz までということで、そんなにめちゃくちゃ高くはないんですね。だから、なんかすごいこうアナログの繊細な回路をですね、ガチで解析しようっていうものには、基本的には向いてないんだろうと思います。もう手軽な、特に基本的にはデジタル方面のですね、試作をするのに向いてると思います。それから画面が小さいんで、ちょっと私みたいな年代になってくるとちょっと辛いんですけども、これもコンパクトさの裏返しなんです。その代わりこうやって画面がカラーでものすごく綺麗ですので、見やすいとは思います。はい、それでこのボタン配置と基本機能なんですけれども、これコンパクトなところにボタンとかであれ押し込んでるので、ちょっと操作感が独特です。なので、基本的な役割を覚えておかないと、ちょっと最初戸惑うかなというふうに思います。この3面にいろいろついてまして、左側にこうチャンネルがついてます。これ2チャンネルのオシロスコープで、チャンネル A、チャンネル B と、それからファンクションジェネレーターの出力端子がついてます。それからですね、上面のところは電源があって、この再生ポーズみたいなボタンがあって、これ短く1回押すと画面のホールド、長押しするとキャプチャーというふうになってます。で、メインの操作はこの M と S っていうダイヤル&ボタンがありまして、これそれぞれですね、こうダイヤルを回すのと押し込んでクリックするのと両方あるんですね、どっちも。で、それぞれにこう役割がいろいろ割り当てられてるんですが、基本的にですね、この M の方はいろんなものの縦移動ですね。今この画面でこうやるとこう縦移動になるんですけれども、で、押し込むとサブメニューが開いて、サブメニューの中でもまたこうやって縦に移動します。で、もう一回クリックすると閉じるですね。で、S の方は基本的に横移動を司っていて、これまず、ここはクリックをすると、ページ123というふうにメニューが切り替わります。で、この状態で、こう、左右にダイヤルするとですね、今ちょうどここでフォーカスしているチャンネル A ってところの値が変わるんですね。で、それから、サブメニュー開いた状態でも、選んで、S を左右に動かすとその値が変わるということで、基本的に M は縦移動、S は横移動&パラメータ調整と、こんな風に、役割分担していると思ってもらえるといいかなと思います。それからですね、この横のところに USB のポートついてまして、マイクロ B 端子になっています。はい、それから画面の見方なんですけれども、2チャンネルで、基本的に A チャンネルが水色、B チャンネルが黄色というふうになっています。
で、上のところですね、ここの、水色のところが、A 電圧の、まあ、分解のこのスケールですね。それから黄色が B チャンネルのスケールとなっていて、このオレンジが、時間幅のスケールを表しています。まあトリグっていうのはこのトリガーが今 A チャンネル水色の方に割り当てられてるってことを意味しています。で下の方は、まあ、後でご説明しますけれども、カーソルを使っていろんなその幅とか時間とかの計測をした時の値っていうのが下に出てきます。はい、じゃあごく最小限の使い方としてこれだけご紹介しておこうと思います。とにかく電圧波形が測れればまずは使い始めることができると思いますので、まあ、表示スケールの調整とかゼロ点調整とか計測トリガー、それから結果のキャプチャーですね。それからファンクションジェネレーターの使い方、これだけご紹介したいと思います。じゃまずちょっと画面を入れ替えさせてもらいまして、はい、まあ、電圧を測るということで一番よく使うのがこれだと思います。まず表示スケールの調整で、A チャンネル、B チャンネル、それぞれの電圧のこの幅と、それから時間のスケールですね。これを調整できれば、まあ、まずは見たい波形が見れるかなと思います。基本的にこのページ1っていうところのメニューにすべてあります。で、基本機能は M でメニューを選んで、S で値を調整するということですね。今このチャンネル A のところにフォーカス当たってて S を動かすと、チャンネル A の電圧の表示スケールが変更になります。今例えばこれ2になってますから、グリッド1個分で、2V ということですよね。これ今高さが 5V の区形波ですので、まあ、2.5 マス分ぐらいになってます。はい、で、時間の表示幅変えたかったら、このタイムベースに合わせて左右に変更すると、これ例えば1幅が、0.1 ミリ秒ですね。はい、このぐらいになると区形波の形が見えてきました。これ実は PWM なんですけど、こんな風になっています。はい。で、もうこれがまず一番よく使う機能ですよね。で、あともっと細かい調整したければ、このチャンネル A のところで例えばこう押し込むとサブメニューが開きます。で、このサブメニューを選んで、また S で左右に動かすと調整します。今のこの電圧調整もここでできますし、それからこのポストっていうのがポジション、ゼロ点ですね。左側にこの、A というのがちょっと書いてあってですね、これポジションの頭文字なんですけど、これを動かしますと上下方向に動かします。この左側にこの T ってところから水色の点線伸びてるの分かりますかね。 T と A から伸びてます。はい、でこれで、基準位置を調整することができます。それからあと使うのはこのイネーブルですね。これでイネーブルをオンとオフにすると見えたり消したりします。で例えば今チャンネル B 使ってませんから、チャンネル B を押し込んで、オフにすると黄色い線消すことができます。はい、それからちょっと高度な使い方になってきて必要、欲しくなってくるのがカーソル計測ですね。これ今も縦と横にですね、こういう線が見えてるのがわかると思いますけれども、これで、電圧幅とか時間幅を測ることができるんですね。例えばこの電圧の幅測ってみたいと思ったら、これ押し込んでですね、T1 ポスト、T2 ポストっていうのが時間方向のカーソル、V1 ポスト、V2 ポストっていうのが電圧方向のカーソルです。例えばこの状態で、S をダイヤルしますと、この上から水平線が降りてきますよね。で、こうやって V2 の方を上げていって、経波の上限と下限のとこ持ってくると、まあ、これで測ることができまして、下のところにですね、これ 5.2V というふうに出てます。ここの電圧幅が 5.2V ってことですよね。で同じように、時間の方のカーソルを動かしますと、例えば区形波の、これ PWM ですけど、PWM の PWM のベース周期がここを見ますと、あ、これ2ミリ秒ですねと、つまり 500Hz ですね。それからこの中の今デューティー比の幅っていうのを見ると、デューティー比が今これ600マイクロ秒だなというような計測ができます。はい。でそれからあと、次のですね、次行っちゃいましたけど、はい、トリガーの選択ですね。でこれ今オシロスコープですので、波形のどっかの、タイミングを基準にして表示をしているわけなんですけども、それを選ぶことができます。これ今波形1個しか使ってませんから、当然、
A が、トリガーになってますけれども、チャンネル A がソースになってますけれども、まあそれをこう B に変えたりとか、それから立ち上がりから立ち下がりエッジに変えたりとかですね、こういうことを選ぶことができます。はい。で、まあ非常にこの便利なこの結果のキャプチャーの機能なんですけれども、これもとにかくボタンをこう長押しするだけです。で、長押しするともうこれでこの中に結果キャプチャーされました。で、この結果のキャプチャーの時のですね、フォーマットを変えたかったら、ページ3のファイルマネージのところ開きますと、まあ、基本は多分画像ファイルでビットマップですね。で、その他にこう CSV でデータに入ったりとか、SVG でスケーラブルなデータ入ったりとかいうふうにもできます。で、キャプチャーした結果は、もう PC につないでいればこんな風にですね、もうフォルダーにそのまま見えてきますので、これをそのままコピーして、いろいろレポートに貼り付けたりとかすればいいということになります。とっても便利です。それからですね、あとファンクションジェネレーターですね、このアウト端子から矩形波とか三角波とか制限波とかですね、こういったものを自分で、いろいろ設定してですね、自分の作った回路にテスト入力として与えることができます。これページ3のウェーブアウトオプションっていうところから開いてもらいますと、まあ、スクエアだったり、サインだったりトライアングルだったりっていうのをこう出すことができますので、まあ、周波数変えたりとかですね。で、これでいろんなことを試すことができます。で、ちなみに今お見せしているこの PWM の波形ですけど、これ Arduino で作っています。こんな風にジョイスティックを使って、っていう比を変えてますけれども、ごく基本的なプログラムですね。使ってるのは2ピンで、出力は PWM 端子、デジタルの9番ピンです。入力はジョイスティックのアナログ入力で A0 を使っています。これ出力は、Arduino の中で、ピン番号のところにこのチルダーがついているものですね。PWM 出力ができる出力ピンを指定しています。で、このピンに対してアナログライトっていうのをすると、PWM の疑似アナログ出力ができるんですね。値のデューティー比は0から255の範囲で指定します。ですので、これをアウトプットにしておいて、アナログリードでスティックの値を読んできて、この値は、10ビットの AD 変換なんで0から1023の範囲ですね。で、これに基づいてデューティー比を決めて、PWM 端子にアナログライトするということで、発生することができます。この時map という関数を使ってて、0から1023の値の幅を0から255のレンジに変換するということをして書き込んでいます。はい、以上ごく簡単でしたけれども、これでオシロスコープの簡単使い方をご紹介しました。まあ、総じてですね、こんだけ簡単なので、いつも手元に置いて、もっと気軽に使ってくださいねというのが、今回のメッセージになります。はい、以上です。どうもありがとうございました。